い、皆さんこんにちは、もちゃんです。今回はラブライブサンシャインでございます。ということで、前に投票をお願いしてましたアクア1位を決めよう投票の結果発表でございます。お待たせいたしました。ちょっとね、1ヶ月ぐらい経ってしまったんですけども、結果発表と、参りたいと思います。その前に動画でですね、僕のチャンネル内でということで、アクアの1位を決めようという動画を作りました。で、コメント欄にてということで、たくさんのね、方にコメントいただきました。僕が、見るまでということでしたので、全部で376票いただきました。ありがとうございます。いやー、こんなにね、多く票いただいて、ありがとうございます。で、3回ぐらい、数え直しもしましたので、間違いないかなと思います。はい、では発表参りたいと思います。9位からどんどんね、上がっていく形で発表していきます。推しの、メンバーは何位だったのか、そして1位は結果誰になったのかということでね、予想してみてください。では参りましょう。で、僕のお顔は暗くなるんですけども、こんな感じで、紙に書いて、その上からもう一枚紙で隠してね、これをずらしていく形でやっていきたいと思います。あ、これがいいかな。では行きます。まず、第9位の発表でございます。9位は、こちら、てるー。じゃん、じゃじゃじゃん、てるー。はい、マリちゃんでございました。マリちゃんは16票ということで、ここが票数ですね。はい。続いていきます。第8位は、こちら、じゃん、チカちゃんでございました。で、チカちゃんは22票でございます。続いて、第7位でございます。第7位は、こちら、じゃじゃーん、はい、ダイヤさんでございました。ここがちょっと離れてるんですよね。32票でございました。結構ね、票数が離れたり、あとは近いところもね、あったりという結果になりました。まずはこの3人の発表でございました。では続いて、4位まで一気に発表したいと思います。6位5位4位誰だったんでしょうか。ではまず6位の発表でございます。6位、こちら、ちゃっちゃらーん、はい、リコちゃんでございました。リコちゃんは38票でございました。では続いてトップ5、5位でございます。いきます。第5位はこちら、ちゃっちゃらーん、はい、ルビーちゃんでございました。ルビーちゃんは45票ですね。では続いて第4位でございます。上位メンバーですよ。いきます。せーの、じゃじゃーん、はい、ということで花丸ちゃんでございました。はい、ということでランキング9位から4位はこのような結果でございました。皆さんのね、推しのメンバーは入っていますでしょうか。そして残っているメンバーはヨハネ、そしてカナンちゃん&ヨウちゃんでございます。まあ大方予想してた方は多いと思うんですけどもね、この3人が残ってます。さあ、誰がトップを取ったのか注目です。はい、ということで残り3名トップ3の発表に行きたいと思います。ねえ、皆さん推しの方は残っている方もいると思いますが、果たして何位になったのか、注目です。さあ、ということで、まず第3位の発表に参りたいと思います。第3位は、ヨハネー。第3位は、ヨシコちゃんでございました。52票ということで、意外とこの4位の花丸ちゃんと近いんですよね。3票差で勝ったということで、激しい戦いでございました。ヨハネが第3位、52票ゲットでございました。さあ、残り2人です。カナンちゃんとヨウちゃん、どっちが勝ったのか、これはどうしようかな。1位を言っちゃうか、2位を言うか悩むな。ちょっと決めないで今撮ってるんですけど、そうだな、1位を言いましょうか。もう一枚ちょっと紙作ってるんで、こんな感じの。それを一気にバンって足して、1位を発表したいと思います。それでいこう。いきます。さあ、第1位は誰になったのか。総数376票。1位を勝ち取ったのは、このメンバー。いきます。こっから出てきますよ。いきますよ。せーの、どどん、はい、と
ということで1位はようちゃんでございました。おめでとうございます。2位がかなんちゃんということで、これね票数を見てみるとここは近いんですよね。ヨハネとカナンちゃんも途中まで接戦で、ヨハネが勝ってた時もあったんですけど、カナンちゃんが、最後追い上げまして、56票で2位に入りました。もうただ1位のヨウちゃんは、こっから10票差ついてるので、まあ一応トップダントツで、1位という形になりますかね。渡辺ヨウちゃんが66票ゲットで1位でございました。おめでとうございます。いやー、やっぱようちゃん人気がすごいんだなと、これ改めて思いましたね。はい。ということで、よいしょ。ちょっと見づらいですけどね。字細いんでこんな感じで。ようちゃんやっぱり人気で強いんだなっていうのが改めて、わかりました。で、やっぱかなんちゃん人気もね、強いことがわかりまして。で、僕の推しのヨハネちゃんは、3位だったということで、で、あとはこんな感じということでね。やっぱ花丸ちゃん人気も強いなっていう感じがしましたけど、でもそれぞれの、推しの方のメッセージを見てると、まあ、好きっていう気持ちが伝わってきたのでね、まあランキングつけといてあれですけど、まあそれに惑わされずね、推していくのがいいかなと思います。はい。ということで今回こう初めてのね、アクアね、僕のチャンネル内で1位を決めようっていう企画だったんですけども、楽しかったです。はい。ちょっとお待たせはしてしまったんですけども、数えてる時もね、あーこれ票数抜いたわっていう、こう自分で一人でなんですけど、楽しさがありましたので、またちょっと、期間空いたらね、やってみたいなと思います。はい。ということで最後にね、プラスでお知らせなんですけども、チャンネル設立記念日動画かな、の動画で言ってたと思うんですけども、このアクア1位投票で1位になったメンバーのグッズを今度のプレゼント企画の、景品にしますと言ってました。覚えてる方いらっしゃいますでしょうか。なので、最終順位出ましたので、ようちゃんのグッズを、選んでおきたいと思います。で、8月中にはできたらいいなって今計画はしてるんですけど、プレゼント企画やりたいと思いますので、ようちゃんのグッズね、ちょっと今から、探しておきたいなと思います。はい。ということで、ようちゃんおめでとうございます。そしてね、8月もお楽しみにということで、あとはユニット内の、人気投票も、この後撮っていきますので、別の動画になりますが、よければご覧ください。ということで、今回はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。